さてラグビーのワールドカップが始まりました先週この番組で情報を伝えるためにラグビーを見ると豪語していた映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございますおはようございますお元気ですねよろしくお願いします,ししますどうもどうもことぶきさん日本地理戦ご覧になりましたかてなちゃんはい 一応説明させていただきたいんですけれども。説明説明いきますいや、まあまあ、個人的説明なんですけど、ははちょっと見てないんですよね,<ー>ね<ー>。どうされましたかねちょっとこの結果みたいなものはね、ええ、あのニュースとかでちょっとこう情報はこう収集してるんですけど、ええ、ちょっと今月、あのー、原稿系がちょっと溜まってまして、連載ものがあった上で、ちょっとこう単行本もちょっと今書いてまして。そうなんですか そうなんですね作家だもんね作家ってことはないですけどもか、はい、え日本代表ですね1次リーグ D 組初戦のチリで6つトライを奪って42対12で勝利白星スタート飾りましたで日本は4トライ以上奪ったためにボーナスポイント1加えて勝ち点5です D 組単独首位に立ったんですねまあ寿さんこの結果だけ聞くとすごいですよねまだ。 一試合ですけど。いや、あのなんかね、一昔前に比べてですよ、ええ、世界で活躍するスポーツ選手たち、ちょっと 全体的に力強くないですかバスケもだし、ええ、サッカーもだし、はい、日本代表が活躍してるイメージですけどね。ねでこのラグビーの日本代表次はですねイングランドはですねおととい発表された最新の世界ランキングで6位と、まあ、前回よりも順位2つ上げているようなんですがズバリことぶきさん日本とイングランド勝つのはどっち いや、テラちゃん、ちょっと、この質問はなんか、この、不粋というか、野暮ですね。ええ、野暮。いや、で、ね、イングランドが強いことぐらい分かってますよ。ただね、ええ、前も言いましたけど、この世界ランキングなんてものはね、 いざ試合始まったら関係ないんですよ。そりゃそうだ。ふざけるないやあな、なんか。テラちゃんご、ごめんなさいね。ここはごめんなさい。あ、そっ<え>かそっか。<え>ここ、伸び伸びトークですもんね、はい、テラちゃん、ね。いや、そんなことないですよ。で、あの、今回のイングランド戦ではですね、初戦のチリ戦を欠場したキャプテンの姫野選手が試合に出られそうと言われておりますから、まあ、このあたりは期待したいところですよね。いや、本当は姫野選手をね、えーはい、やっぱ応援してますよ。応援してますか。まあ、なんて言ったってね、前回大会では姫野選手がジャッカルで、 ども日本のピンチを救ってくれましたもんね。ジャッカル、ジャッカルで暇さえあったら、ジャッカルですよ。暇さえあって。隙を見て、隙を見て、時間があったら、ジャッカル。ジャッカルですよ。はい、はい。寿さん、ジャッカルというのは、どういうプレーでしたっけ。デラちゃん。はい。本当に申し訳ない。知ってるんですよ。あ。今ね、あの、知らない体でね、この僕、僕をこう、追い込もうとした。 セラちゃんのね、唯一のね、伸び伸びコーナーですから、わ <laughs> かりますけど、ジャッカルご、僕知ってるんです。ジャッカルが、だから要はね、<っ>野生のジャッカルが獲、ね、<っ>獲物をね、狩るというか、はい、あの姿を放出させる。人がこう倒れて、ボールをこう取るみたいなことが確かジャッカルでしょ <え>いやいや,何いや,いやですからその密集でのボール争奪戦で相手が立ったままボールを押し合うラックこれが成立するまでの間に防御側が素早く手を入れてボールをもぎ取るプレーのことをジャッカルといやだからそう同じこと言ってるんですだから <laughs> そうですか、はい、さてワールドカップ2の寿さんバスケットボールラグビーと、まあ、ワールドカップ続いてますけども あさって16日土曜からは、また別のスポーツでワールドカップ始まりますよね。これ、何のワールドカップでしたっけ何のワールドカップなんてもうリスナーの人ももう全員知ってるでしょ、こんなもの。そうですか。やっぱりでも、本当に日本勝ってほしいね。そうですね。はい。何ですかな何ですか逆に。いや、何ですか逆でだ,だってもうみんな知ってるってさっき言いましたよね。球技ですか 何を言ってるんですか球技の方ですか<え>球技ではないでしょう確か。球技です。球技でしょうね,ね確かにそうね。<laughs> 僕から、僕から球技って言ってるんだからでもその後球技じゃないでしょうねっておっしゃいませんでした今。悪い人だよ、寺ちゃん。かな、私の。今日も悪いところ出てるよ。<え>他のコーナーでのこのね。ええ ストレスを全部ここで吐き出そうとしてるから。そんなことないですよ。球技ですよね。球技です。頑張ってほしいと思います。いや、だから球技。球技もいっぱいあるんですから。いや、そうです。なんか、寿さんだったら知ってるだろうなって。卓球っていうね。違うな。<laughs> <laughs> バレーボールですね。バレーボールなんですよ。はい 女子が9月16日土曜から男子が9月30日土曜から始まりますで今回バレーボールのワールドカップはパリオリンピックの予選も兼ねてますから世界ランク上位24カ国が参加して、まあ、抽選によって3つの予選にそれぞれ8カ国振り分けられますで8カ国による総当たり戦で各プール上位2カ国がパリオリンピックの出場権を獲得できるという、まあ、こういうシステムです日本で開催される 女子バレープール B にはですね日本以外に世界ランク1位のトルコそして世界ランク5位のブラジル、まあ、このほかベルギーブルガリアプエルトリコアルゼンチンペルーこちらが参加します日本の世界ランキングは8位ということですから日本が上位2チームに入れるかどうかというところがさあどうでしょう琴貫さん。ゲラちゃんこれはねはねっっきり言っていいいでですすすかお願いします大ピンチです トルコとブラジル、はい、めっちゃんこ強いですからそうですよ。というかトルコが世界ランキング1位なんですね。そうなんです。サッカーの日本代表がトルコと戦ってましたけど。まあ、はい、まあそこは勝ちましたが、えー、でもトルコってやっぱりスポーツ大国なんですね。結構ねこれはもちろん日本勝って勝ってほしいんですよ。えー、ただかなり 過酷な試合が待ってるってことはもう想像できますよね。うんはい、で実はですね今回バレーボールでオリンピックのメダルの期待が高まっているのは男子の方なんです、ね、そこなんんでですすねそこよ、えー、日本の男子バレーボールチーム龍神日本先日行われた国際大会ネーションズリーグで主要な国際大会としては実に46年ぶりとなる銅メダルを取ってるんですね。 ここ最近のこの男子バレーのね、勢いってものを僕は感じてますよ。はい。ここはもうまじって期待できますよ。おそらくこのおはようテラちゃんでもやっぱりね、<っ>この結果も含めていろいろ話題になるでしょうから、はい。これをもう見るしかないでしょ、僕も。<laughs> でもほら、ラグビー見てないし。テラちゃん、はい。綺麗に自分で振ってみたんですよ。さて、そんな中、今朝、ことぶきさんが紹介してくれる映画何でしょう あのね、テラちゃんね、今朝紹介する作品ね、今年の最重要作品と言ってもいいと思います。<う>熊はいないという映画です。嘘ソ18の話ですかね。えー、それは、なんか、北海道のヒグマでしょなんか。そうです。<れ> <laughs> よくご存知で。ちょっと。知ってんすよ。なんか、ちょっとあ、あの、やばいやつでしょ。はい。やばい、こう、家畜を荒らす、荒らす。そうそうそう。いや違うんす。この作品は、まず、イラン映画ですから。と、まずね、大前提、イランの、 もう名称ですね。ジャファル・パナヒという監督がいるんですよ。で、このパナヒが今回監督、脚本、制作、そして主演も演じてるんですよ。<ー>っていうかね、ちょっと複雑なんですけれども、この作品ね、もちろん劇映画なんですけれども、このパナヒ監督が自分役で出演してるんですよ。<ー>まずそこを押さえてください。でね、 ファナヒ監督はトルコでね、偽造パスポートを使って国外逃亡しようとしている若い男女を主人公にしたドキュメンタリードラマ映画を撮影してるんですよ。この劇映画の中でね。うん、でね、イランのね、国境近くの小さな村から、リモートでね、助監督レザーにこう指示を出してるんです。まあ映画を撮影してるんですよ。 そんな中、滞在先の村では、まあ、古い、まあ、きてみたいなもので、愛し合うことが許されない恋人たちをめぐる、こう、大事件がこう発展していって、えー、まあ、パラヒ監督もその事件にこう、巻き込まれていくと、まあ、二組のカップルが迎える想像でする運命を通して、 まあ、イランに残る、まあ、この社会問題みたいなものもこう浮き彫りにするという作品なんです。ベネチア国際映画祭の審査員特別賞をクマはいない本作受賞してます。 でね、まあ、イランの名称、パナヒ監督。まずリスナーの方ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。なぜこの作品が僕が最重要作品かというと、このパナヒ監督ね、今まで過去作の、まあ、作品内容、そしてインタビューでの受け答えも含めた上で、もうイラン当局を批判してきたわけです。うん、それイランがね、 避けるなっていうことで、このパナヒ監督何度も逮捕されてます。<ー>で、この彼の映画は上映禁止になってます。で、まあ、自宅拘束もされた上で、なんとパナヒ監督20年間映画制作禁止という命令を受けてるんですよ。<ー>だか国からもう映画を撮るなって言われてるんですよ。 でも、世界中の、まあ、映画セレブリティから、まあ、いろいろなステートメントが出てるわけですよ。要は、パナヒ監督に映画を撮らせろってみんな言ってるわけなんですよね、うんで。そんな中の踏まえた上でのクマはいないっていう映画ってことをまず前提で分かってほしい。もう、不屈の精神でパナヒがこの作品を撮ってるってことなんですよね。 でね、ちょっと物語の内容にちょっと触れたいんですけれども、まあ、その国境近くの村でパナヒ監督自身が、まあ、リモートで映画を撮ってるんですけれども、で、友達というかね、まあ、知り合いの男の人が、ちょっと結婚式に行ってくるっていうから、パナヒ監督がビデオカメラを出すから撮ってきてくれよって頼むわけですよ。ええ 自分が行くことはできないから、そういう村の映像みたいなものを後々自分の映画に投影するからと。で、わかったよーなんて言って。で、その彼がこう行くんです。で、すると、そのパナヒ監督の友人が、オンとオフがわからず、ずーっとそのカメラが仲間足になっちゃってたんですよ。で、すると村でね、あのパナヒっていうのは何者なんだと。あいつスパイじゃねえかみたいなこう話とかもこう出てくるんですよ。 でね、この作品の中でね、村人と都会の人たちは違う。都会人の頭痛の種は役人。村人を悩ませるのは迷信なんていう言葉が出てくるんですよ。うん、で要は、どの国もそうですけれども、まあ、都会と、まあ、田舎、まあ、風習の違いというか、まあ、ある種のこの分断みたいなものもあるんですよね。でね、あ 熊はいないっていうこのタイトルなんですけれども、このね、途中出てくるんですよね。この道は熊が出るぞっていうね、この道があるんですよ。夜中ね、まあ、照明などもないから、ここは熊が出るぞって言うんですが、これね、見てもらえばわかるんですけども、まあ、迷信、もしくは忠告なんですよ。要は、この道を通るなってことなんですよね。だから、これってね、 熊が出るぞっていう迷信もしくは中国これがタイトルになっている。そして、熊はいない。ここね、かなり意味深だななんていうふうに思います。最後に言いたいのは、まあ、この作品ってね、まあ、ドキュメンタリー風ではあるけれども、モキュメンタリーではない劇映画なんですよ。ただね、この作品見てると、リアルなのか、劇映画なのかね、もうわからなくなってくるんですよ。 このあたりね、パナヒ監督の才覚というか、非常にまとまった僕編集されてるなぁと思った。映画、熊はいない。ぜひ劇場で体験してみてください。さん映画クマはいないな点点満点中何すべての観客が楽しめるかどうかわかんないけど、僕はね、9点つけたいと思います。 今朝ことぶきさんが紹介してくれました映画「熊はいない」の劇場鑑賞券3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先はテラハイフン映画アットマーク JOQR n e t 映画「熊はいない」は明日9月15日金曜日公開です。ことぶきさん今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした。